どうも、天ぷらです。藤山に、いや、藤山以外の芸人にいたずらをしちゃいましょう。今日のターゲット、プラスマイナス岩橋です。はあ、ね、岩橋はいいリアクションしますから、はい、いいリアクション期待できるんじゃないでしょうか。はいはい、どうなるんでしょう。どんないたずらかと言いますとね、こちらのこの感じ、スポーツジムの感じ、もう皆さんは見ている方たちですもんね、おそらくね、うんうん、そう、こちら偽バーベルです。せっかく作ったんですから、いろんな芸人にやっちゃいましょうよ。早速ですね。どっちか分かりますよね。これが、あ、重たいやつ。おさあ、これをまた岩橋にぶん投げちゃいましょう。何それ、知らないよって方ね、遡っていただいて、藤山にこれやってるいたずらが上がっておりますから、そちらを見てからこっち来た方がいいかもしれませんね、うん、そっちにはもうこの制作過程、1ヶ月かかっている制作過程も上がっておりますから、はい、はい、ぜひそちらから見てからこちらに戻ってきてください。同じく中田さんのジムなんですが、今日ちょっと中田さんが出張、なんかちょっと大阪の方にいるということで、中田さんの愛弟子、辻さんです。いやー、辻さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、辻さんは何かあるんですか、誰を教えてるとか。今はプロゴルファー選手の現場帯同に、はい、現場帯同って皆さん知ってますか、はい、そのプロゴルファーさんってね、もう毎週毎週いろんな場所でトーナメントツアー行っている、それに一緒に帯同して、その毎日4日間、予選から予選2日間を経て決勝に行ければね、また土日行って、そう、毎日帯同して筋肉のケアとか、よく聞いたことありますよ。そういうトッププロたちはそういうトレーナーさんをこう帯同させて体のケアをしてるっていうの聞いたことありますけど、まさにそんなことをやってる方。そうです。なるほどね。ちなみにどなたとか言える範囲で。浅地プロ。うわ、もう僕ゴルフすごい好きなんで、うん、もちろん知ってます。浅地洋介プロ、はい、あと杉山プロ。杉山プロ、はい、この方もなんか優勝したですね。そうですね、ブリヂストンオープンに優勝されて、ブリヂストンオープン優勝して、初優勝して下の方からね、これからのプロですよ。浅地君はもちろん若いプロですけれども、もう今すごい何回か優勝してね、はい、今年もマイナビ ABC で取りましたよ。マイナビ ABC 言うたら吉本の G1 っていう、毎年その吉本のゴルフナンバーワンを決める大会をやるコース、はい、あれをやってるプロも、はいはいはい、そこで優勝したのが浅地君ですから、その何週間後に吉本の大会、この間行われて、はいはいはい、オール巨人さんが優勝しました。大西ライオンさんの3連覇ならぬ、はい、オール巨人さんに阻まれる、はい、そんなことはどうでもいいんですね。プラスマイナス岩橋という男を知ってますか。知ってます。あいつを、まあ一応すごい筋肉なんで、うん、特に鍛えてるわけじゃないよね、体はね。そうですね、ナチュラル、天然でもすごいんですよ、ガタイが、はい、だからもちろん力自慢してくると思うんで、はい、で、まあ何回上げれるかみたいなこといきましょうよ、うん、バーサス天ぷらみたいな、うん、まあもちろん僕のね回数なんかどうでもいいんですけど、もうすぐに投げちゃいますから。まずは岩橋で本物の重たい方で何回できるかやって、あとよっしゃそれ超えてやるよみたいな感じで僕こっちでやりますから、はい、じゃ あ, その前回の藤山を引っ掛けた感じの体勢にしたいんで、はい、もうちょっとやっぱ距離をしちゃうと、もうバーベルしか見えないよね。やっぱり、いやー、これはよくできた。さあ、ということで、プラスマイナス岩橋の到着を待ちましょう。さあ、始まりました寿司企画です。今回はトレーニングということで、皆さんのこう力どれぐらいあるんだっていうのをね、やっていこうということですよ、はい、呼んでおりますゲスト、
結構な力持ちじゃないでしょうか、うん、プラスマイナス、岩橋、ありがとうございます。よろしくお願いします。もずくです。じゃ先輩、切り足踏まれましたいたっていう気持ちを抑えてなんかやってたから邪魔しちゃいけないと思っていてって思ったんだけど、でもいてって言ったら邪魔しちゃうから、まあ、やってたから105キロ全部乗りましたよ本当に結構乗りたね。でもお前も踏んでるの気づいてるけど、はい、やりだしたら止めれなくこの目が直せばいいからもずくっていう名前を勝手に決め込んできてたんですよ。すいません、もずくです。でそれが面白いギャグやったら俺も耐えた回があるんだけどもずくですって何そんなののために耐えたいや天ぷらとかそれぞれ名前があるじゃないですか寿司でも、もずくです。勝手にやったのねだいぶすごいよこのこの肉体は。いやーやってますね。いやあの子供の頃からこう癖でこう、うん、こうやってこう生きんできたんですよ。生きみきんですこれ。生きみきん肉。いやこれ負けるかな。あ勝負なんですか。今日対決の、まあ、メンバープラスね、はい、ちょっと腕自慢のあるゲストを呼ぼうかってことで、なるほど、岩橋に白羽の矢が立ったんだけど、よっしゃありがとうございます。一応ねあの、はい、専門のトレーナーさんももちろんここのスポーツジムのトレーナーさんですから、はい、呼んでおります辻さんです。わあ、よろしくお願いします。26歳。4歳です。うわあ、惜しい。惜しくてどうすんだよ大幅に外すか当てるしかないほんと失礼しました。ねえ、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいトレーナーさんみたいですね。そうなんですね。いやー、謙遜謙遜素晴らしい謙遜創作とうとう劉備玄徳。ああ、どうしたどうした。ちゃんと見てる今から広げるスペース見てからこっち見てください。大村さんだけ足元見てるじゃないですか。怖いかトラウマなって思うじゃん。急に広げてくるギャグなんだけど足見るからということで、はい、今回はまあバーベル上げ最終的に、はい、まあ、上げれないけど何回デッドリフトって言うんでしたっけ。そうです、デッドリフト。できるか対決を分かりました。行う前に、はい、まずちょっとなんかウォーミングアップみたいなのありますか。あ、辻さんと同じようにやった方がいいはい、で今結構斜めに上がってしまってるので、はい、指先をもうずっと真上、真上、はい、これか。そうです。あ、辛そう。あー、これきつい。あー、もうこれ確かに真上っていうのがきつい。これこれはね、へそとチンチンの間の肉、へそとチンチンの、あ、そこがすごいきつい。へそとチンチン、ちょっとなんかすい、なんか入ったみたい。はい、だけじゃない大臣、すげーきついな、これそんなはっきりチンチンって言いますよ。重りも、え、違うような、重りを持つんですか。真上で、もうこれも真上に上げて、怖い怖い、ちょっと待って、怖い、あ、うわー、うわー、きつーこれ。あ、あ、あ、ほんまに太ってるやん今最悪やん、今気づいた、めっちゃ太ってるやん俺。あ、いややもう、ほんまに太ってるやつ、太ってないと思ってたここまでとはめちゃくちゃ太ってるよっしゃ、できましたね。はい、次は先生、もうバーベルできますか。そしたらバーベル使って、うわー、きた、きたきた、これかー、これはこれ何キロですか。これはプレートが20キロ、20キロで、このバーが20キロあるので60か。このまま持ち上げます。おー、軽々で、ここからスタートして膝の位置は前に行ったり後ろに行ったりしないように軽く曲げた状態で、すねのあたりで持ち上げてくる。これコーチがいるのといないのと全然違いますね。全然違う。いい仕事してますね。いやいやいや、何で急にやんだ。あ、ベルトあ、ベルト回る。ちゃん、俺こんな太ってんねん。ベルトもできん。そうだろお前、最悪っすわ。回んない。ちょっと待ってください、これやばいかも。それどうしますかこれ。回っ、あ、ちょっとありました。いけるちょっとありました。いける回りしろが、いける回しやん。え、止まらん。あ、え、止まるとこまでいかない。いける。あ、いや、本当だ。え、どこ？バリバリじゃない。だから両方同じ面のところ。ここまで行かないとバリバリがない。絶対届かないです。マジ見てみどうかな。こっから。
あと20センチ以上足りない。あ、ここも違う、いける、ここ違う、なんでここつかないの、ここまでいかないんだ、そんなに違うの、いやもうちょっとこれどうします、ちょっとでもベルトつけなくてもいいぐらいあるってことじゃないですか。そうです、お肉、うん、なんで普通の人ができることをここはできるんですか、子供の頃から。これは残念だけど、もうノーベルトで行くしかないな。いや、わかりました、じゃあノーベルトで行きましょうか。ノーベルトで行くしかないよ、もう怪我しないように。わかりました、まあ、無理しないでな、ノーベルト昇進はしちゃうから、ノーベルトで行きましょう。だいぶ歯入ってて熱いんじゃないの。はい、だいぶ歯入ってて熱いんじゃないの。ここ冷房入れてます、熱いっすよ、めちゃくちゃ熱いっすよ。じーじー、自分の台で和菓子屋潰すやつ。寮に行ったの、質より寮に行ったの。いやちょっとこれは暑いって言ったから辻さん、辻さん冷房つけに行ってくれたんですよ。優しい、大です。ただ、これがやりたいと思います。じゃあ、これで、お尻も下から腰が怖いので、そこから行きましょう。おっ、おぉ、結構軽く、1だ。で、すね。すねまで。はい。2。おぉ。うわぁ、これでも重たいっすよ。さあ。すげぇ。4。これど腰に効くんですよね、背筋ですか、背中とお尻、もも裏ですね、あ足、あー5で5です。そうだな、これ以上やるとな、ちょっと想像以上に重かった。ちょっとじゃあ俺もベルト、俺はベルト通るんで、多分仕分けな、やっていいですか、そっち側に、よっしゃ、じゃあ行きますか、うん、5回だったね、5回です、僕、はい、うわぁ、すごいね、曲がる曲がる、重いんだ、やっぱり、うわぁ、いや、でも無理しないでくださいよ、結構重いね、1、ゆっくりゆっくり、シュッと、2、発泡水だから、え、どんどんすかこれ、めっちゃ辛いやめて、壊さないで、マジでもう全